戦艦初瀬戦艦や島初来した屋島を描いた絵、アムール戦艦、初瀬と屋島の撃沈では、日露戦争における旅順港閉塞作戦に従事中の1904年5月15日、ロシア海軍が付設した嫌雷により2隻の戦艦が撃沈された出来事を書く。1904年5月15日、初瀬は第1戦隊司令官なしは磁気少将の機関として、 旅順校閉塞作戦に従事していた。旅順校外の老鉄山沖を、初瀬、敷島、矢島、笠木、立田等で行動中、ロシア海軍の嫌いに触雷した。午前11時頃、初瀬は、左玄官邸に触雷し、航行不能となる。当時は、公天で、初瀬乗組員たちは全く警戒していなかった。続いて、初瀬救援中の領艦、矢島も触雷する。 四季島は戦場を離脱。日本側は嫌いもしくは潜水艦に襲撃されたと判断していた。救援のため駆けつけた笠木が栄光準備をほとんど終えた午後0時33分2回目の食雷があり、初瀬は後部火薬庫の大爆発を起こして観光部より沈没した。八島における食雷は午前11時10分ごろで最初に食雷した。 初世救援のため停止して、ボートを下ろしている最中だった。これにより、日本海軍は当時保有していた、主力戦艦6隻中2隻を失った。ありがとうございます。